どうも山田です。カメラマンの勝です。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで本日もですね2人で、ちょっとですねイベント回っていこうかなと。本日からですねウェザーウィークがスタートいたしました。はい、こちらでですねポアルンですね、こちらが、まあ、フィールドにたくさん湧きまして、さらにですね星の砂、こちらがですねボーナスが乗っかってきているということで、星の砂が欲しい人もポアルンの色違いが欲しい人もウハウハなイベントが始まりましたということでございます。やっぱりね星の砂ね、もう誰でも欲しい、いくらでも欲しいんですよ。結局ポケモンの強化に絶対に使うし、最近はですねあの時の方向悪雪断、オリジンディアルがパルキア、あいつらがですね、そのフィールド効果っていうのを使う時にも砂使うようになりましたし、まあ、の砂っつうのはもうねいくらでもあった方がいいんですよ。まあ、の現実世界のもお金と価値は同じだと私は思っております。ということでですねお金稼ぎ、ならぬ砂稼ぎ、はい、こちらとポワルちょっとね色違い狙っていこうというふうに思います。ということでちょっと、ね、新宿の街をですね今からちょっと散策しながら、進めていきましょう。ほいつことでまずいきなり出てますポワルンさん、はい、よいしょ。周辺が今晴れているのですね、この晴れのねポワルンさんが結構数大きい多いんじゃねえかなという感じですね。で星の砂がよいとしっかり捕まえて、うん、よしサイン入れしました。おい、さあただいまボーナス中でございます。さらにはい、今左上にね晴れマークが一瞬このね砂の上にペンと出ましたよね。であれ天気ブーストがかかっている分のボーナスも上がっているので1匹捕獲するだけで300ですね。はい、天気ブーストかかっているやつを積極的に捕まえましょう。この周りがシュル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 ってしてるやつですね。はい、ポワルンじゃないこっちのサボネアとかを捕獲しても天気ブーストボーナス、およびそれの砂ボーナス、はい、こちら乗りますので、こいつもん300でかい。はい、そして本日からですねレイドも切り替わりました。伝説レイドは、レジアイスで、メガがですねメガバンギラスなんですよ、はい、ということで、まあ、メガバンギラスね普通にバンギラスが強いのでこちらちょっとね挑戦していこうかなというふうに思います。でカメラやってくれてるカジもね最近またねちょっとねポケゴを始めてだいぶまだまだ手持ちが足りないと思うんで、そうですね、こういうところでちょっとしっかりとね強いやつゲットしてみましょう。はい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 。あ、ちなみにバンギラスが岩と悪なんで格闘が結局抜群なんだよ。だから火事がまだちょっと薄いところですね。薄々です ね格闘タイプはまだちょっとね、はい、そんなに充実しないんだよね、うんうん、メガバンギラス本当にエナジー貯めといて僕はいいと思うんで、はい、今回はちょっとねメガレイド普段ねスルーしてるよっていうプレイヤーさんもですね、まあ、ちょっとね今回は軽く入ってみるとかいいと思います。そもそも人気だと思うからメガバンギラスだったら。で出てる伝説レイドのレジアイスの方があんまりちょっと利用する瞬間が少ないんですよ。正直ポケゴーであんま強くないかなっていう評価を受けてるんで、同じレイドパス使うんだったらレジアイスよりもバンギラスメガバンギラスの方が僕はいいと思います。さ、今回のね一番の目玉は実はこいつなんじゃないかと私の中では話題でございます、まあ、もっとねいいポケモンもいるんだけども、今回ね野生でパラス出ると事前に言われておりました。そしてパラスですよね、こういったタイプのおかげでですね晴れの時にブーストがかかるんですね。はい、パラスはそもそも捕獲した時の星の砂が多い、天気ブーストも乗っかる、星の2倍も乗っかる。で現在ですね僕は星のかけらを使っております。ということは、さらにこう 1.5 倍のボーナスも乗るということは、今パラスを捕獲した時にどれくらいの砂がもらえるのかご覧ください。2-3、はい、揺れました。はい、パラスゲットだぜ。砂がはい2250、異次元ですね。これは絶対に皆さん捕まえてください。晴れの時にね、あ、もう今またパラスいましたけども、はい、このパラスたちをどれだけ捕まえるかでもう砂が全然変わってくる。だってさ普通さポケモン捕獲した時100とかなんですよ。それがもう22匹以上です。分の砂がもらえます。はい、もう伝説レイドとかでもらえるボーナスとかとも結構近い。はい、むっちゃもらえるからみんな絶対にゲットしてください。
はい、で今回なんですけど、ポワルンのですね、全ての姿がですね、タスクから狙えますよと。でその中で雪がねレアだっていうことだけ判明していたんですけども、それぞれのタスクの中身ですよね、どのタスクで、何のポケモンが出るのかですね、判明しておりますので、そちら確認していこうと思います。天候ブーストを受けてるポケモンを10匹捕まえるっていうのをこなして出てくるポケモンのやつが、普通にこれポワルン全部出るんですね。うわー、普通の姿と雨水と雪雲と太陽、なんかこれあれか、ポワルン雪雲あれか、タスク別にレアじゃないんだな、この感じ。あ、いや、内部的に出たら違うのかもな。とりあえずランダムになりました。はい、天候ブーストを受けてるポケモン10匹捕まえるタスクの中で4種類がレア、全部こうランダムなんだけど、その中で雪雲が多分確率が低めみたいな感じになってるんだと思います。このパターンはね、実は今までなかったんじゃないかな。タスク自体が出るのがレアっていうことが今までのレアタスクだったから。で次が、あ、天候ブーストを受けているポケモン5匹捕まえるが、パラス、不安定、エリキテル、アマルスの4種類でランダムということですね。なるほど。で今回ねやってて思ったんですけど、天候ブーストの対象ポケモンめちゃくちゃいるから、だからこのタスク自体をこなすのはそんなに難しくないんですよ。だからこれね、あったらガンガンこなしちゃって、で不安定、エリキテル、アマルスが出た場合はこれ捕獲しちゃって、でパラスに関しては、まあ、今回ゲットしてもいいんだけど、あの星の砂って、あの今回ね2倍、星の砂が2倍になるよっていうボーナスついてますけど、例えば3倍とかそういう時もあるんですよ。だからこういうその捕獲するだけで星の砂がいっぱいもらえるよみたいなポケモンっていうのは、そのタスクをストックするっていうことが一応できるんですね。はい、今僕のねこれタスクですよ、今日のまとめのところにあるそのタスクの一覧なんですけど、これ今受け取ってる3つの上にリワードを受け取るっていうのがあるんですよ。これって、タスク3のポケモンをゲットせずに逃げた時に、そいつを後でゲットできるようにストックされる項目なんですね。でここに例えばパラスみたいな砂いっぱいくれるやつをガーって入れておくと、そういう砂ボーナスがもっと美味しいって時にパラスをいっぱいゲットできるから、そうするとさらに今のその2250よりももっと美味しいかもしれないから、ただまあ今回に関しては天候ブーストの方もかかっているから、ぶっちゃけやっちゃってもいいのかな、ぶっちゃけパラスは全捕獲してもいいんじゃないかなとかも思います。どっちが得かなとも言えない、結構難しいところです判断が。まあめんどくさいから僕は捕まえちゃいます。やばい、出た、色違い出ました、やばい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 。いやでも確かに今回ね色違い出やすいようにはなってんだよ。いやー、あ、そう、あ、これくらい濃いんだね。はい、よかった、これで持ってなかったんですよ僕。あの普通のポワルン、あの真っ白いなんかあの一番こうなんか無個性なやつ、あいつしか持ってなかったから、え、めっちゃ嬉しい。え、待って待って待って、そうすると僕あとあれだけですよ、雪と雨だから、その天候ブース今かかってないやつなんですよね、の色違いだけになってきたわ。はい、ということで色違いの晴れのポワルンゲットです。よし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 、マジで出やすいんだな。オッケー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 。じゃあ今日多分この晴れちゃってるから、どっちみちその今言った雨とか雪のやつ出ないんですよ。タスクでちょっとお姿をちょっと見れるように、やっぱタスクですね。うん、いっぱい回収して消化していこうと思います。じゃあね、ポケモン、天候ブーストのポケモン10匹捕まえる、一応2つ終わったんでちょっと開けてみようか。これができれば、雨とか雪とかそっち系が出てきてくれると当たりなんだけど、やっぱ晴れになっちゃうね。どうかな、でもこの中は全部ランダムであると一応まだ信じてるから、今のこの天気の状態、天候ブーストを受けてないと信じているから、まあ、もう一個を開けていきますが、どうだ、あれ晴れだな。え、待って、だとするとちょっとしんどいのか、もしやタスクを開けるにしても雨とか雪行かなきゃいけない。いや、まあでもまだ分かんないか。ちなみに家事なんかタスク今日やってる、今やってる、やってる、どう、なんか晴れのやつ、晴れあれ、あれ今のところマジで2人は3連、あ、まあ、4連ちゃうか、俺2回開けたけど晴れでしたね。あれすごく嫌な予感がしますが、一応もうちょっとやってみようか。これも天候ブースト10匹さ、姿は、あ、よかった、雨水出たわ。じゃあいるのか、あ、オッケーオッケーオッケー、うわ、めっちゃ安心した。
はい、ということで、まあ、あの新しいですね、このねウェザーウィーク、ちょっと進めていこうかなという感じなんですが、なんかね今日新しいその今月の下旬ですよねに、スタートするイベントの内容も発表来たんで、ちょっとそちらの方もね、軽く触れていこうかなと思います。ワールドオブワンダーズ選挙イベントという、はい、なんかちょっと長えなという、はい、イベントですよね。でもねこれね、事前に発表されていたあのシャドウミュウツーですよね、これがゲットできるイベントに被る形で来るそのロケット団の選挙イベントですよね、これの詳細って感じになります。でやっぱり来たなって感じですね。シャドウグラード、はい、今月末からですね榊が、シャドウグラードを出すようになって、これの捕獲も可能というふうになります。あの前回がシャドウ海洋画だったんで、まあ、次グラードンだろうというふうにですね、多くのトレーダーさんが予想していたやつがやっぱり来たという感じですね。はい、でこちらのイベントなんですけれども、3月27水曜日ですね、ラストの水曜日、今月ラストの水曜日にスタートして31日までの、水木金土日5日間だけのイベントですね。でこの期間中ですよね、まあ、ゴーロケット団周りのね厳選とかもしやすいっぽいです。シャドウグラドンなんですけれども、この27日からですね受け取れるスペシャルリサーチですよね、こちらから、まあ、切り替わりというふうになっております。でこれの期間がですね6月の1日までというふうに言われております。なのでその間にですね、グラードンをやっておいてねっていう感じみたいですね。で、事前に発表されていたシャドウミュウツーですよね、こちら30日と31日2日間ともにでございます。これはレイドなんで、まあ、とにかくシャドウ伝説レイドですよね。はい、こちらをバン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 ちょっとこの2日間頑張りましょう。ちょっとね僕ねこの土日がですね、僕が演出している舞台のね本番があるので、ちょっとね昼間時間あんまり取れないんですけども、まあ、朝早朝ですよねとか夜とか、はい、隙間時間とかでちょっとねミュウツーバシバシやってやろうと思います。これ家事もめっちゃやった方がいい。ミュウツーねポケゴーでもやっぱめっちゃ強いんだよ、やっぱ強いんだ、すげえ強いから、うん、これをでしかもシャドウでさらに強化されてる状態でゲットできるし、しかもね色違いもやられるんですよ。なるほど、ミュウツーの色違いはね厳選するタイミング結構少ないんで、うん、はい、まあ、ちょっとやれるんだったらぜひやってください。やってみます。でこれね今回からこのイベントから目黒子ですよね、これがですね色違いが実装とのことです。12キロ卵ですね、普段ポケストップから回収できないこの12キロ卵、ロケット団のですねクリフ、アルロ、シエラ、あの3人幹部たちですよね、こいつらを倒すことで、入手できる12キロ卵から、目黒この色違い狙えるようになりますので、まあ、やっぱりロケット団やってねって感じみたいですね。あとは新シャドウが、ポッポ、ダルマッカ、ゴチム、ユニランですよね、この辺が、出ますよと、多分下っ端たちが出すんじゃないでしょうか、また下っ端だけではなく幹部のですね、下っ端手持ち、こちらも変わるとのことでございます。あとは有料タイムチャレンジですよねっていうのが今回発生しますと、こちらはですね購入しておくと、ロケット団下っ端とのバトルに注目した内容、まあいっぱいするしろよみたいなことなのかな、まあ、報酬としてね不思議なパーツですよね、ロケットレーダー作るやつとか、そういうのも手に入るらしいので、まあ300円程度ということなんで、まあ買ってみてもいいかもしれませんね。そして従来のロケット団イベントの通りですよね、ゴーロケット団このイベント期間中ですよね、普段よりも多く出てきます。だからいっぱいシャドウ厳選ができますね。さらに技マシンスペシャルで使って八つ当たりを消すことができます。カジ、シャドウをゲットした時にさ、八つ当たりって技を覚えてない、うん、あ、ね、どうだろう、あ全部がね一応ゲットした時は八つ当たりって技を覚えてるんですよ。そうなんだ。そうでこれね弱いんですよ正直。なるほど、うん、でこれ消そうと思っても普段はできないんですけど、この期間中だけ技マシンを使うと八つ当たりが消せるんですね。そうするとやっとこのシャドウポケモンをですね通常の他のポケモンと同じ技の範囲で使えるようになるので、強いよということになるんです。また、この期間中ロケット団が手持ちにしてそうなポケモンっていうのが結構野生で出ます。闇カラス、闇ラミ、チョロネコ、ズルク、マーイーカですね。あとゾロア、バルチャイ、モノズもですねレアだけど出るということで、これ嬉しいですね。で闇ラミ、はい、こいつはですね星の砂いっぱいもらえるポケモンなので、これいたらですね自分が欲しい欲しくない関わらずですねゲットしておいてください。あとシャドウレイドがミュウツー以外も判明しましたね。カポエラ、ソーナンス、ニューラ、スリープ、ニョロも、ドジョッチ、タマゲだけということだそうです。割とアタッカーとしてもね使えそうなポケモンも混じっているので、結構いいラインナップなのではないでしょうか。12キロ卵はまあこんな感じですね。さっき言っていた目黒子、ここをちょっと頑張って狙いたいです。あとはなんかイベントボックスの発表級だね。1500円ウェブストア限定だと、あ、バトルパスとかレーダーを結構買えるやつがあって、300ポケコインの方だと、あー、まあなんか無難なセールボックス売ってますね。あー、で新しいトレーナーポーズがボールスロー。あ、え、これだけ？あ、これだけ？あ、そうですか。
だそうです。はい、ということで今回はこれで終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。私はまだ X、Instagram やっております。よかったらフォローお願いします。ゲームチャンネル、サブチャンネル、ポンタンチャンネルございます。もしよろしければこちらもチャンネル登録よろしくお願いします。カメラマンのカジも YouTube チャンネルやっております。よかったらそちらもチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございます。ということで今回はこれで終わりましょう。バイバイ。